どうもグリーンデザインチャンネルです。今回の動画はこちらです。椎茸作りに挑戦してみようと思います。ということで、ホームセンターで椎茸農園という育成キットを買ってきました。早速中を開けてみましょう。はい、中身はこちら。なんかすごいのが入ってますね。なんか丸いキノコみたいなのが見えます。なんかすごい椎茸の香りがしますね。早速美味しそうです。はい、で中にはね、説明書も入っていました。うん、これは説明書ですね。分かりやすく手順が書いてありますね。でまずはね、袋を開けて軽く水洗いします。で、濡らした原木をビニール袋に入れて湿度を高くしておいて、昼間20度ぐらいで夜18度以下の涼しいところに置くみたいです。でそうすると5日から2週間で収穫できるみたいです。そんなすぐできるんですかね。で、傘が開いてひだが見えるようになったら収穫だそうです。でしかも収穫後もう1回育てられるみたいですね。どんだけ取れるんですかね。まあ、たくさんできたら食べ放題ですね。私すごいキノコが大好きなんです。なんでいっぱい取れたら嬉しいですね。今の時期の、家で育てるのに適してるみたいですね。で収穫後気をつける点です。大きくしようとして収穫期逃すと胞子が飛んでっちゃうみたいで、ずっと置いてても大きくならないみたいだそうです。はい、欲張っちゃダメなんですね。ずっと置いといて大きくしようと思ったんですけどね。残念ですね。ダメですね。欲張っちゃダメなんですね。はい、裏側にもいろいろ書いてありますね。どうやらね、質問コーナー形式で詳しく書いてありましたが、気になる方は製品を買ってみてください。では早速中身を取り出して準備を整えていこうと思います。はい、中身を取り出します。どんな感じなんでしょうかね。あ、すごいね、いい香りがします。おお、まあ、見た目はね、カビた木ですかね。強烈なインパクトのある見た目をしてますね。なんか白いカビみたいなのが椎茸の胞子みたいですね。ちょっとバッサリ切っていきますか。おお、すごいボコボコになってますね。なんかこれ全部椎茸の子供みたいですね。なんかね、手触りふわふわした手触りです。なんか小さいキノコみたいなのが50個ぐらいですかね、ついてますね。じゃあ早速水洗いをしていきましょう。手でね、優しくこすりながら水で流すみたいです。はい、全体的に洗いました。しっかり濡らして、これなら、ね、湿り気もバッチリだと思います。で霧吹きで濡らしてブロックをビニールに入れていきます。はい、ビニールはね、付属していました。割と厚めでしっかりとしたビニールですね。ここにブロックを入れます。ちゃんとね、空気穴も開いてて中で窒息しないようになっていますね。それじゃあ霧吹きをかけて湿度を高くしてやりましょう。どうやらね、ブロックは常に湿ってるのがいいみたいですね。キノコはカビの仲間だからね、ジメジメしたのが好きなんですね。じゃあこれで育てていきたいと思います。はい、1日目です。まあ、変化ありますかね。まあそこまで大きな変化はなさそうですかね。まあ、でもなんか少し大きくなったような気がするんですが、まあ初日なんでね、こんなもんですかね。まあ続けて様子見ていきましょう。はい、
2日目です。さてどうなってますかね。おー、キノコ、キノコですね。これぷっくりしてますね。すごい少しずつ膨らんで傘みたいのが、ね、できてきてますね。ちっちゃい椎茸感がちょっと出てきてますね。2日目でこれって早いですよね。いや、これはね、収穫楽しみですよ。はい、3日目になります。大きくなってるでしょうか。おー、すごいすごいすごい、これでっかくなってますね。おー、椎茸だ。もう椎茸できてますね。おー、昨日ね、まだあんな白かったのにみんな茶色くなりましたね。で、結構物によって上の方とか結構でかくなってるんですよ。おー、すごいですね。まあ今回も霧吹きしてね、どんどん育てていきましょうか。はい、では4日目です。おー、いや、すごい、もう普通に椎茸ですね。で、いっぱい生えてますね。すごい、めっちゃ早いですね。もう完璧な椎茸ですよ。昨日まだあんなね、小さかったんですけどね、1日でこんな成長するんですかね。いやー、すごいですね。これ定点カメラとか使ってね、成長を観察してみたいですね。見てください、この傘、これが開いたら収穫になるみたいです。で、まだね、こうクルンってなってて開いてないみたいなんですけど、明日あたり取れるんじゃないですかね。これだけの数取れたらね、すごいことですよね。コスパいいですね。さっきり拭きをして、美味しく育ってください。さあ、1日目です。はい、できましたよ、しいたけ、完璧ですね。はい、でかい、しかも肉厚ですね。おー、もう完璧ですね。傘ね、開いてきましたね。もう一番上のやつとか食べられそうですかね。全体的にもう一踏ん張りですかね。傘が開いたら収穫です。なんかもうこの辺もね、なんか続々と開いてきそうですよね。いや、これマジでキノコの山状態ですよ。すごいですね。いや、もう一息ですね、育てていきましょう。はい、いや、6日目です。いや、ついに収穫の日がやってきました。6日でね、ここまで大きくなるんですね。ほら、もう傘も開いて、ひだも見えてね、完璧な椎茸です。さあ、キノコ祭りですね。キノコ狩りですよ。ではカットしていこうと思います。根元からハサミでカットしていきましょう。みんなもう傘が開いててね、中のひだひだも見えますね。いや、いいタイミングで収穫ができそうです。はい、ここでね、もう大体半分ぐらい収穫できました。結構取れましたよ。もうすごい量だな。まさかこんなね、短い間に大量に取れるとは思ってなかったんでね、これはおうち時間のいい過ごし方ですね。はい、じゃあさあ、だいぶね、収穫ができました。小さいのは少し残しました。こいつらも育て続けて様子を見ていきましょう。はい、で、こちらが収穫した椎茸です。すごい量ですね。しかもね、一個一個がちゃんと肉厚なんです。食べ応えありそうですね。で、これ見てください、この大きい、山が崩れちゃいましたね。マジで山盛りですね。で、こちらがね、収穫した椎茸になります。いや、いい肉厚っぷりでね、家で採れたとは思えませんね。ではね、椎茸料理を作っていこうと思います。はい、採れた椎茸はお鍋とバターチーズ焼きにして美味しくいただきました。料理動画じゃないので、料理風景は割愛しております。はい、時系列で椎茸の育つ姿をご覧ください。これ1日目で、こちらが2日目ですね。で、こちら3日目、なんか茶色くね、椎茸の子供ができてきて、で、ここが早かったですね。4日目にはこんなに大きくなりました。はい、5日目ですね。もうほとんど完璧な椎茸になってます。はい、では今回の動画はこれでおしまいです。
皆さんもぜひ、椎茸育ててみてください、商品ページは概要欄にあります。チェックしてください。ではご視聴ありがとうございました。